任天堂スイッチセーブ完了。来るよ。いや、フェス始まってんだよな。来るよ。まだ来ない？遅いな。なんか遅いよ、ちょっと。スプラトゥーン？スプラトゥーン3ということで、今回は。ちょっと待って。何このテンション。なんか変なテンションなんだけど、なんか気持ち悪いテンションから始まりましたね、フェスが。はい、ということで、今回はスプラトゥーン3、今回もやっていきたいんですけど、ちょっとね、おそらくこれ出てるのが、パート4になるんだよね。今まで俺、パート1とパート2出してると思うんだけど、いきなり4が出ると思います。その理由としては、その前に、あれを出してるんですよ。あれを出してるじゃない、動画撮ってるんで、先に4が出ます。1、2、4、3、1、2、5か、これ。なんで、パート5だと思う、この動画。だから、1、2、5、3、4って出ると思うから、その辺ちょっと勘違いしないでほしい。もう事前に撮ってあるんで、その3と4は。なんでやっていきたいと思います。行きましょうか。さあ来た！ニュースだよね、やっぱり。どういうニュースなんだろう。ちょっと初めてのフェスだからね。俺、前夜祭とかもやってなかったから、そう。バンカル代表の生かした3人。まあ、この辺は同じなのかな？いい始まりよ、みたいな感じで。まあ、俺がね、何を選んだのかは、ちょっとね、後々話していこうかなと思います。そう。無人島に持っていくなら、道具、食料、暇つぶしということで。3択なんだよね、今回。なんでね、どれを選ぶかなんですけど、さて、予備祭の結果が出たいうことやな。どのチームが取ったんじゃ、早教えてくれ。あ、ホラー街獲得率って、あ、なるほどね。この時点でも発表なんだ。ホラー街っていうのがあってね、ガチャ引けるやつで。俺もちょくちょく回してたんだけど。俺結構ゲットしてたから。さあどうだ？どこのチームなんだろう。ああ、暇つぶしなんだ。なるほど。これってどうなんだろうね。人口が多い順に、なんつうんだ？人口っていうか、投票した人が多い順にこう、ホラー街集まってるっていうことなのかな。ちょっとわかんないよね、その辺。予備祭の結果はこんな感じだったけど、こっから本番やで。そうなんだよね。ここででも1個勝ちをゲットしたってことなのかな、暇つぶしチームは。はい、フェスステージはここ。フェスマッチ縄張りバトル、ヤガラ市場とザトンマーケットね。で、ああそうサーモンランもできるんだよね。んで、今回の今の武器めっちゃ難しいって聞いてるからね。結構ヘリプ呼んだら吸わない。この辺同じなのかな。今そんなことやな。よっしゃ、気合いじゃ。一件落着。あ、この辺は同じかな。あれなのかな、新ステージフェス、何あ、出てる、右上に。ちょっと待って。俺が発表する前にもう出ちゃったんだけど。はい、ということで、今回、俺はですね、普通の暇つぶしということで、この3つの中から、俺は暇つぶしを選びました。まあ、なんでね、暇つぶしを選んだかっていうと、俺って結構自分で突っ込んでボケてみたいなことするんだよ。自分一人でね。だから、暇つぶしとかさ、そういうね、なんかふざけたやつ、3択の中で一番ふざけてるやつを選ぼうかなと思ったんで、暇つぶしにしたっていうのと、あと1個は、皆さん、スプラトゥーンで一番強い人ってどういう人だと思う？俺、答え教えますよ。ね、暇人であることなんですよ。暇人であることが強みなんです、スプラトゥーンで強いことはね。なんで、今回ガチ勢が一番集まりやすそうである、暇つぶし、暇人チームで、投票しました。そういう理由もあってね。はい、勝ったらね、サザエっていう、超激レアアイテムが、ちょっと余分にもらえるみたいな、感じのが前にあったんで、今回、ガチガチで投票しました。さあ、やっていこうかな。フェスマッチオープンということで、チャレンジ？フェスマッチ？あれ？フェスマッチのチャレンジとかあんの？投票したチームに参加してバトル。え？何これ？逆転狙って？トリカラアタックって何？フェスの中間発表をお待ちください。明日か。明日にこれ発表されるみたい。なんだろうこれ、トリカラアタック、トリカラ揚げみたいな。トリカラ揚げみたいな感じ？どうする？一旦フェスマッチオープンやって、次にチャレンジやってみようかな。一旦そうする感じにしようかな。めっちゃ楽しみなんだけど、初めてやるからね、俺、今回。初めて起動して。まあ、ニュースがね、もういいや、ここカットでいいや。俺の話どうでもいいや。
さあ来ましたということで、音楽も変わってる、音楽も変わってる。初めての、フェスの縄張りバトルですね。メガネバラえ、ま、メガネバラバラバラみたいな書いてあったね。行こうか。うわ暗いぞ、めちゃめちゃ暗い。ホラーゲーム、あれホラーゲーム、このゲームってホラーゲームだっけ。まあとりあえずやっていこうか。フェスマッチ今やってるからさ、あのあれだね、ガチマッチできない感じになってますね。まあ俺一回もやってないんだけど、あ一回ぐらいやったな。あのフレンドと一緒に一回だけありましたね。一回じゃないわ、何回かありました。ノラマッチみたいなやつはまだやってなくて、やりたいんだけど、まあとりあえずねこの辺ね、あの塗っていきましょうか。縄張りなんでね、あの塗りを意識しながら頑張っていこうかなと思います。まあ最初のワンキル、ちょっと待って、めっちゃ視点がおかしかったんだけど、この辺なんか視点がおかしくなってんだけど、ちょっと待って、視点がおかしい、やばいかもしんない、視点がおかしいぞ。まあとりあえずこの辺とかね、はい、あーやばいやばい、大丈夫か。俺大丈夫か。とりあえずね、まあ俺ローラーなんで、ちょっと牽制しつつ行きたいんだよね。この辺とかね、いいかなと思ってて、潜伏、まあ基本的にね、ローラーちゃんはね、ローラーちゃんはね、潜伏戦法なんで、仲間が強い、仲間が強い、本当に思うけど、仲間がひたすらに、あー来てる、誰どれ来てる、怖いよ、俺は負けない。あーあどうした、あー初戦キルしたかったけど、まあまあ相打ちなら OK でしょう。最初にやられてないからね、まあ許してみんな。初戦敗退ではないから、一応相打ちではあるから、まあまあ OK でしょう。でこの辺にちょっとね、この辺ちょっとね制御して OK、 倒してるね、倒してくれてる。でこの辺で OK、 倒せない、 OK 完璧、これで倒していきつつ、来てますね来てますね、あやばい来てる、あここうまい。でここであれを使います、はい、くそ倒せる、逃げる、あちょっと待って、いった、あーあーこの辺、この辺、倒せない、あーマジか、今の倒せないか。あのね敵を抑えることがねローラーの目的ではあるんで、意外とね今作濡れないって聞いてるからね、結構ねキルしに行って相手の動き止めて、まあ回復じゃねえや、塗ろうっていう感じだと思うんですよ、このローラーのコンセプトとしてはね。倒せるかな、倒せないか、あーちょっと雨フラッシュはきついな、雨フラッシュはきついな、何何、ナイスナイス。降ってきた、よし、かぶ、あー無事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 、オーバーフラッシャー、あオフロスキーじゃん、オフロスキーいいんじゃん。オフロスキーいるんだけどね、え相手チームオフロスキーいるんだけど、ちょっと助けてみんな、相手チームオフロスキーいるとか聞いてないんだけど俺。んで行きます、何なんかすげえ塗られてんだけど、ちょっと待って、大丈夫か、仲間大丈夫か。でこの辺に塗ります、この辺 OK 回復ちゃんと塗る、どうだ、いやどうだろうね、いやー縄張りバトルだから塗りを意識したんだけど、今キルも全然ダメ、いやまだ勝ってる、まだ分からない、まだ分からない。どこにこれを希望を持てっていうの、みんなまだ分かんないって言ってるけど、俺はどこに希望を持ったらまだ分かんないってなるの。さあ続いてはフェスマッチチャレンジの方やっていこうかな。これはまだできない、鳥からあげアタックはまだできないっぽいんで、このフェスマッチってやつでチャレンジの方ちょっとやってみようかな。これちょっとガチマッチ寄りなのかな、どうなんだろうね、ガチマッチ寄りなのか、どうなんだ。ちょっと分からんけど、ひとまずちょっと楽しみですね、何が違うんでしょうか。あでもここカットになるんだと、そういえば俺の話。さあ来ました、続いてもあれですね、これも縄張りバトルだから変わりはしないのかな。で俺の暇つぶしチーム対紫って何チームだっけ、紫って何チームだっけ、ちょっとあんま覚えてないな、あれか道具チームか、あの食料チームがねちょっとね少ないみたいなんですよね、食料不足で、なんあの少ないのか分かんないんですけど、なんか操作が、あれ操作が下手になってる、なんで。なんで。でこの辺にあのカーリングボブ投げといたら結構ねあの牽制できるんで、おすすめですよ皆さん、皆さんって、みんなの方が明らかにうまいのに皆さんっていうのもおかしいな話。勝つよし、ナイス、仲間のフォローがあってよかったね今の、うんよかったね。なんでそんな人が、ああマジでやばいて、ねえやばいて、やばいて。
動画でこんなさ、やばい痛えとか言ってるの初めてなんだけど俺。あー待って待って、やっぱさ俺シャボン玉苦手かもしんない。シャボン玉、シャボン玉ってきつくない？あ、これシャボン玉をね、振り回してる人がいるから、その間にね、この辺はっ、助ける。よし、助けますよ。俺はね、相手陣にちょっと乗り込んでいこうかな。無理っぽい無理っぽい、それは無理っぽい。はい、オッケー、完璧ですね。さあこの辺で、ここね、陣取った方がね、多分危ない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 。来るかな、来てますね。ああ後ろいる、ちょっと相手の位置、あ、ナイスナイス。あ、北斎の人完璧。あ、マジ今の当たってないか、当たってないか今の。よし完璧で、この辺をね取るとね、相手がね、どういうこと、なんで倒せなかったの今、なんで倒せなかったのちょっと、今の距離って倒せないの、ホローラーって、ホローラーホローラーって何。この辺ね、俺陣取りたいんだよね。陣取ることによって危ない、あー、この辺で陣取りたいんで、この辺陣取ったらねマジで楽なんで、相手がね攻めてこれないのよなかなか。だからこの辺で、後ろから、はい、オッケー、さよならこの辺を陣取るの大事だよみんな、めっちゃいいと思う。この辺ね陣取るのはマジでおすすめですね個人的に。でメガホンレーザー来るでしょ、一旦こっちにカーリングボム投げておきます。で、あー、なんかいっぱい来てんな、はい、はっナイス、オッケー、助けて、死ぬ、あ、死ぬとか言っちゃダメ、今 B 入ってるかもしんないここの辺、この辺を陣取りたい。で最後にカーリングボム投げて、オッケー、いいんじゃない、なんかすげえ集中しちゃったんだけど、この試合めっちゃ集中しちゃったんだけどめっちゃ集中したんだけど俺、なんかもうガチマッチやってんのみたいな。もっとさ気楽にやった方がいいと思うんだけどさ、動画的にはすごい力んじゃった今回。どうなった、結構面白みのない試合になっちゃったな俺の動画的に。はい、あ、10キルあんま塗ってねえ。さあ来ました、ちょっと装備変えようかと思ったらそのまま続けちゃってまたローラーになっちゃいました、ごめんなさいすいません、違うね武器にしようかと思ったの。なんかチャージャーいるんだけど、なんかすごいなここのステージ。ちょっと楽しんでいこうか。ちょっとね、さっきキルの方にね集中してたんで、今回あれにしようかなと思います。塗りの方意識しながら頑張ろうかな。ちょっとねローラーマジでね塗れないみたいな、今作本当になんかすげえ来てんだけど、すげえじゃん、すげえじゃんって、なんで俺は感心してんのマジで本当に思うけどね。ナイス、うまい、めっちゃうまい、あの子ね、めっちゃうまいんだけど、あの子素晴らしいね本当に思うけどね。あー待って、助けて助けて、あの子やばいのよ、あの子なんかすげえいじめてくんの、俺のことすげえ狙って、過呼吸、過呼吸の呼吸だわ、過呼吸の呼吸1の方、過呼吸の呼吸1の方、ここでしょ、完璧。今見えたからね俺、お前見えてたから、はい来てますね、はい、いや俺は耐えるよ、大丈夫耐えるから。すごい狙ってる、そんなにキル頑張って取らなくてもいいんじゃないかなって俺思うんだけどね、そんなにねキルばっか、え、ん、あれ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 。さあ来ました、ここら、ここら、ここらじゃねえ今回の武器はですね、先ほど変えてきまして、初心に戻って若葉シューターにしてきました。まあ初心に帰ることも大事かなと思ったんで、やっぱりね、最初に使ってた武器ってみんな使わなくなるのよ。なんかね、使わなくなるのよ。やっぱ初心者感出ちゃうからあんま使わないとかもあるんだろうね、そういうのが。なんだけど俺は、あえてこの初心に帰ることによって、もしかしたらね、なんかうまくいくんじゃねみたいな。なんかうまくいくんじゃねえかみたいな感じのね、風に思ってますんで。ほら、うまくいっちゃったね。うまくいった？本当にうまくいった？危なかったね、今。本当に危なかった。
ホントにイントに猪木だわ。イントに猪木で、この辺に、あ、サメライドは危険なんですよ。サメライドの後が、あの、あ、ナイスナイスナイス。あの、ね、若葉シューターはね、一人でね、突っ込んじゃダメなんですよ。勝てないんですよ。めちゃめちゃミルチミサイルって誰？ミルチミサイルとは誰ですか？アンラッキールーだって。アンラッキールー誰？アンラッキールーって誰？勝てないよ。俺の若葉シューターには勝てないよ、みんな。強いよ、なかなか。うわぁ！あ、来てる！ここなんか、マルチミサイルがすごく飛ぶ。アンラッキールー。あ、すごいマルチミサイルにやられてますね。大丈夫か、これ。危ないよ。この辺、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あれ、めちゃくちゃ来てんだけど、あの子。あの子、来すぎじゃないんで帰っていくと。あ、潜伏？俺は倒す。あいつに戦いを挑むけど、やっぱり若葉シューターじゃなかなか倒せないよね。うん、分かってます。あの先端がすごく飛び散るので、あと射程距離もめちゃめちゃ短いんで、あのああいう風な形でね、若葉シューターは突っ込まない方がいいです。皆さんが一番分かってます、こんなことで。まずもおーっと待って、ちょっと裏取りしようかな。裏取りしたらおそらくね、あの巻き返すあれがある気がするんだよね。絶対勝てないのになんで突っ込もうとするの俺。人に言う言葉なのに俺に言うっていうね。いやもう普通に、なんで俺突っ込んだんだろう今。絶対勝てない試合をなんで突っ込んできたんだ。はい、あー無理か。今の結構いいと思うんだよね。あの奥に投げるっていう、奥に投げる戦法、奥に、いや、あ、ナイス、すごくない今の。え倒してないの、えどういうこと。あー今今来た。はい、来ました。で、ここで塗ります。すごく塗ります、ここで。すごく塗ります。で、この、か、ほ、惜しい。あ、ちょっと、危ない、危ない。おぉ、すごい。え、待って。あ、すごくすごい。これ、めっちゃすごくない？めっちゃすごくすごくない？めっちゃ来てるんだけど。はい、後ろに投げます。はい、後ろに投げます。この辺で、チャージャーいんの？あれ、チャージャーいたっけ？はい。ほら、勝てま、すごいよ、みんな。ね、みんなこれ、すごくない？若葉シューターのプロ、若葉シューターのプロ来ました。はい、これ、逃げ、かしこまりました、かしこまりました。はるちゃん、はるちゃん、はるちゃん、全然実況してないじゃん。輝きのジョニー、アンラッキールー、利根川、うん、輝きのジョニーって何？はい、バトルナンバーワン塗りナンバーワン、ホーム塗りナンバーワンでした。はい、あ、熟練度アップしてるね、貢献度アップということで。え、なんで貢献度アップしたのに0ポイントしかくれないの？